草漫才協会っていう、反社会グループにいるんですけど、ね、いやいや、危ない組織じゃないよ。違うんですか？危ないおじいちゃん多いけど、ますけどまあ、まあ、分からない人がいると思うんで説明しますと、うんうん、漫才協会っていうのは芸歴50年、60年っていう大賞が東洋館という劇場で毎日同じネタをやってるんですね。怒られます。怒られます。多少は変わってますからね。わかりました。なのでですね、うん、今からですね、そんな浅草東洋館でよく見られる風景を、皆さん全く興味ないかもしれませんが、やりたいと思います。お願いします。まずは若手楽屋に入ってくるおぼんこぼんのおぼん師匠。はい、お疲れさん。お疲れ様です。なんやこのアンパン、食うてへんか。はい、こぼん師匠の差し入れです。安いパンやな。いかがでしたでしょうか。お盆師匠は、お盆師匠のことが嫌いなので差し入れのパンすら許せない、そうらしいですね。ちなみにお盆師匠、Wi-Fi のことを Wi-Fi って言います。続きまして、持ち時間だけは忠実に守る芸歴47年、夫婦漫才師の新山秀谷康子師匠。今日のお客様、最高最高。今日の晩御飯を解凍解凍。夫婦の中は冷凍冷凍。ちょっと何言って、いかがでしたでしょうか。最愛の妻よりも、時間厳守。ちなみに新山秀谷師匠、ここ10年髪を切っていないのにずっと同じ髪型です続きまして、ネタ中よだれが垂れてしまい、それをハンカチで拭く東京丸師匠と、ただそれをじっと見守るだけの東京平師匠。ジェレンジェレンジェ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 ン、振りが悪いね。そんなことないよ。昨日のお客さんの方が良かったよ。そういうこと言うもんじゃないよ。ところでさ、なんだろう、いかがでしたでしょうか。ちなみに東京丸師匠、恋をすると髪を黒く染めます。続きまして、舞台袖にいる若手がネタ中ちゃんと笑ってるかどうか確認してくる青空給仕工事の給仕師匠。だからあの炊飯器はもう捨てなさいよ。だってまだ使えるんだもの。あんな炊飯器は新米で炊いても小米が出てきちまうよ。そんなことないよ。いいかい、あの炊飯器には俺を言って捨てるんだよ。なんて。炊飯器さん、今までありがとうございました。じゃあちょっと給仕さん、何言ってるんだよ。いかがでしたでしょうか。ちなみに給仕師匠、舞台袖でよく笑っている若手に1000円くれたりします。それでは最後に、センターマイクを無視して漫才するナンセンス原田師匠。だからほら言うじゃねえか、お客様はほらなんだほら。いや、お客様は神様だろ。ああそれだ、まあ、だからお客さん神様なんかじゃないよ。ほとんど仏様だよ。いかがでしたでしょうか。それでは最後に漫才協会の師匠からいただいたありがたいお言葉をお伝えしたいと思います。ガス、電気、水道の順で止まっていく。ありがたいですね。どうもありがとうございました。